西嘘川は兵庫県神戸市東灘区を流れる二級河川で、東は住吉川、西は天神川が波流する氷緑高河川群の一つ。ほとんどが暗渠であるためその下流を目にすることはできる場所は限られていて、それらは上流では常に水の流れている溝、住吉本町一丁目まで下ると水音の聞こえるマンホールに過ぎなくなり、そこから 下の川筋は不明になる。行政上、住吉川とは別水系とされているが、歴史研究手帳によれば住吉川から水を取った水車用水路であり、取水口の写真が挙げられている。一方で、角川日本地名大辞典の川嘘川の河ではこれを住吉川の伏流水とする。住吉山手3丁目の住吉川からの取水口から、JR 住吉駅の西、 阪神住吉駅の東を通る西宇佐川線という道路の下を流れる。西宇佐川線は古来からの有馬道の延長で、起点である本住吉神社の南から海辺の道神社の御旅所まで伸びる。住吉川東岸では、このような水車用水路は全滅しているが、西岸では、これのほか、支流西谷川から取水し白鶴美術館の裏手を通り安居化して、 流路不明になる西川用水路が残っている。古地図を見ると、本庄の小山寺小高下小絵図以前の明治以降の模社、神戸市立博物館像では川筋が西国浜海道以南に書かれており、本庄村市ではこれを川嘘川と同定していて、西嘘川は書かれていない。明治に作られた陸軍測量局1。 二万仮制地図、神戸を見ると川宇佐川と西宇佐川は、名前が書かれていないものの川筋は描かれている。しかし、大正12年測量の兵庫県都市研究会の地図では、西宇佐川水系で地上に出ているのは、上流の農村地帯と川宇佐川が今でいう、住吉小南交差点から南へ進んだ場所で、住吉幹線から西へはみ出て、 中区の市街地に寄り添いそのまま海に流れ込むのが見え、本流の下流はすでに見えない。昭和7年の1、1万地形積み影でも市街化は進んでいるが、下流の方では同様の川筋が見られる。この辺りでは、民が暗許化によって土地を確保することが多く、この川も公による記録は特にない。昭和29年の神戸市街地図では、 川筋も柱らしきものもなくなっている。東名二25年では二級河川として、西嘘川の名前と流路だけが出ている。川嘘川の方は、魚崎の上、川嘘川、下川嘘川、住吉の川嘘川に、小技として名を残していたが、区画整理と新住居表その後、昭和四十年九月十日、兵庫県の国時第九百二号、二級河川の名称。 および区間で、左岸を、住吉町和座山下1615番地先、右岸を、住吉町和座池床1542番地先とする、地点を起点として、海までの2509メートルが二級河川となった。神戸深井生活文化資料館の出した、歴史研究手帳15号によれば、川嘘川は、住吉山手山丁目のゴルフ場付近に取水口があり、 一時暗挙となり、自然堤防の下を通って、大和銀行観音寺層研究所の西側から、住吉山手三丁目一の十番地で、再び暗挙となり、住吉山手二丁目十番の有沢市定から、数軒個人住宅の敷地内を流れて、阪急神戸線北側で、再び地上に現れるという。そして住吉川線上地上の現在では、 半球神戸線を潜った先50メートルの地点にあるコンクリート製の分水口で本流と分流が水道幅に1の割合で分かれ、川嘘川を本流としており、支流とされた西嘘川の流路は分岐して、有馬道の手前で再び暗居になる。古地図では川嘘川は住吉本町3丁目より南へ流れ、住吉駅の敷地に沿って直角に曲がり、 もはやここには水の流れる様子はない。古地図ではこの先、住吉、魚崎両村の境を流れているのが見える。一方分流である西宇佐川は南西へ流れ、有馬道に沿ってそのまま海へ向かう。全体的にコンクリートの溝に変わっており、水車用水路時代の石垣が残るのは、住吉本町一丁目付近の一部のみ。幅は、 住吉山手一丁目一の二十地崎で約六十センチメートル、阪急神戸線南側で約八十センチメートル、甲府神戸住吉事務所横で約五十センチメートル、歴史研究手帳における読み、旧字名では川嘘川を嘘川と濁って読む。ありがとうございます。